お送りしてまいりました。2021レキオフェスタ創作芸団レキオス師走公演、民族の共演つなぐ、皆様いかがでしたでしょうか。師走の皆さん、お忙しい中、レキオフェスタ、民族の共演つなぐに、会場していただき、誠に感謝申し上げます。ありがとうございました。ですね、まあ、2年前の日本博の舞台を機にですね、今回、約本当に2年ぶりに開催することができ できました。で、2年前の日本博の舞台の時に木野八さん、そしてタップモリさんというアーティストとですね、出会って、その舞台でまた新たな歴史にも新たな日本の文化と沖縄のこの琉球の文化とですね、融合したすごい斬新な舞台が生まれた瞬間でした。それから2年間の月を経て、これだけ自粛生活をしている中でこれだけの人とつながりですね、で今回初共演となりました五十竜焼き道場の皆さんと島根の浜田神楽、岩木神楽の皆さんとですね、この2年間の間でですね、いい出会いがありまして、今回本当にパワーアップした、ここでしか見れない素晴らしい舞台を皆様のもとに本当にお届けできたかなと思います。この舞台をですね、皮切りにですね、また世界中の今すごいコロナで大変な時期がもうずっと続いていると思うんですけど、これを本当に放っていけるぐらいの熱量、そして生きる力をですね、この舞台を通して皆様の明日の活力になっていければと思っております。はい、これだけ素晴らしい日本には文化と伝統音楽があるということをですね、誇りに持って世界にまた羽ばたいていけたらと思ってますので、これからもですね、どうぞ皆さん
応援の方よろしくお願いいたします。そして今回演出でもあります、あの創作球団レキオスの主催テリアタナトシの方にマイクを最後お渡したいと思います。代表の方に行きますかよろしくお願いします。皆さんご無沙汰してます。創作芸団レキオス、レキオフェスタ、今名残に帰ってまいりました。それとですね、まあ若い翔也君の方が、翔也の方がたくさんいいこと言ったんで、この2年間でたくさん世界の、各地でコロナが猛威を振るいまして、たくさんの方が犠牲になりました。一つこの舞台のからですね、鎮魂の思いを届けたいとも届けていきたいなと思ってこれ臨みました。冥福を祈ります。それとやはり我々創作芸団はまだまだ歴史的に浅い、まだ25年足らずなんですけども、四半世紀を来年迎えます。でそれからこれを100年続ければ立派に伝統となります。で今挨拶も立派にやった、舞台に立ってた彼らも小学生からやってきて、教えてきた子どもたちがこれだけ育ってきて、いい舞台を作るようになってます。室町時代から続いてた神楽や尺八であれ、沖縄の芸能、伝統芸能であれ、まず始まりがなければ続けていけないと思ってますので、ぜひですね、これからも新しい舞台に挑戦しながら、古いものを大事にしながら行きたいと思います。それとまたこれから成長していく姿を見せられることをぜひお約束します。で、まあ最後になりますが、そうですね、思いがいっぱい詰まって、またこの 2,3 日手合わせして、神楽の皆さんと島根の皆さんと手合わせしてきたんですけども、これぐらい呼吸ぴったりで息が合うと思いませんでした。またこの再現をですね、皆さんの力を追ってぜひまた協力をお願いしたいなと思います。それとこの公演にあたり、また名護市の名護戸口市長はじめ名護市、それからクラウドファンディングでいろいろ協力された方や、その会場に駆けつけてくれた方に非常に感謝します。心から感謝申し上げます。どうもありがとうございました。はい、で彼らのこのパワーをもらって、明日から皆さんもまた健康に、ご多幸で健康で頑張れるように励んでいきましょう。また会いましょう。沖縄の子供でさよならはございません。また野菜、また瞑想礼という言葉があります。また会いましょう。ありがとうございました。